クリスマスプレートを堪能した春八郎、温かいシュラフですっきり目覚め、朝食に用意した豚汁の具材を調理していくのだが、まさかの定番。はい、そういうことでね、クリスマスプレートね、このように完成しました。これはね、当初の予定よりもはるかに映えています。ではね、食べていこうと思うわけですけども、そこでね、クリスマスらしくね、ちょっとスパークリングなもので乾杯、お酒を飲みつつこちらをね、堪能していきたいと思います。ぬはははということで、今日の用意したスパークリングなお酒はこちら、ガリューバイ純米吟醸クラウディーハート、まあボーイかスパークリングクラウディー濁りタイプというね、こちらね、純米吟醸だから日本酒のスパークリングね、こちらを飲みつつこの大人のクリスマスプレートを堪能していこうかなと、そういう運びでございます。ではこちら開けていきます。聞こえました、シューって言ってるからね。あ、濁り、あー、発泡してる、あれみたいだね。しかもやっぱね、ちょっと濁ってる、うん、薄濁りですね。では一足お先に、メリークリスマス。ならないんだね、指が痛いし。なんじゃこりゃ。純米吟醸、すごい香りが立ってね、口当たりとかも完全に吟醸酒なんだけど、シュワシュワしてる。日本酒のね、コクとかが残ってるのにシュワシュワしてる、不思議な酒ですな。それではクリスマスプレートいただきます。煙がすごいです。焚き火の煙がすごいです。じゃあまずはね、ハンバーグからいただいていきます。おお、こんな感じですね。おお、このハンバーグは、僕はまだ少年だったあのクリスマスの夜、息を切らした母さんが、プレゼントだよ、と握りしめていた板チョコそっくりだ。それでは次はね、チキンソテーをいただきます。これはね、どうだ、辛いんじゃないかい。このね、ビーズたちをね、乗せていくことで、何かね、思い出の味にかかるかもしれない。いただきます。このチキンソテーは、中学生の時の夕方、下校中の僕の前に現れたサンタの顔をした人が突然広げたロングコートと、その中の色。じゃあね、最後にラム肉いただきます。こう、肉厚なんですよね。うん、このラム肉は、クリスマスの夜、サンタさんが来るのを楽しみにして眠れずにいた僕の部屋に、ドアの下の隙間から見えた不思議な足。これはお家が、雪が降ってきた。お、ホワイトクリスマスだ。ごちそうさまでした。クリスマスにふさわしい3品ね。うん、その3品ともね、非常に美味しく食べられて、感想もね、皆さんによく伝わったと思います。ということで、ごちそうさまでした。怒られないかな。神は言っている。
ございます。つぶがろスタジオの春八郎です。今時刻7時俺起きた。前回紹介したボンベルのダウンハガー800のシャープ2を使って、あとムーンランスのコットでね、非常にいい商品かなと思いますのでね、冬のキャンプね、ちゃんと寝たい方はやっぱこういう装備必要じゃないかなと思いました。はい、ということでね、春八郎です。おはようございます。ただいまの時刻がね8時半ですね。気温の方が 8.6 度、8.6 度、朝にしてはねそんなに寒くなくてね、昨日と同様ね風も吹いてないので、随分過ごしやすいなと思います。ということでね、今日の朝ごはん作っていこうと思うんですけども、いつもねこの春八郎キャンプはね、朝ごはんっていうと毎回決まってバカみたいにこうカレーばっかり温めて食べているんですけども、今日は違うんです。今日はね、冬らしくこういったもの、豚汁ね、これを、温めて豚汁を作ってね食べていこうと思います。温めるだけじゃない、炒めたりするんですけどね、それにあたりね、こうやってね豚肉も用意したのでね、ご飯と豚汁で食べていこうと思いますので、クッキングスタート、ブヒブヒ。ここまで完成したので最後の仕上げいきます。最後に入れるのはこちらですね、 SB の金子です。よし、入れてくも入れてくもね、これを入れてカレーの完成でございます。よし、そういうことでね完成しましたので、オープンしましょう。オープン。よーし、美味しそうなカレーの完成です。そんなことないよ、最初からカレーを作る気でいたよ僕。よし、ではねご飯も開けてみましょう。オープン。まあ名付けろってもし言われたら、まあ豚汁カレーですね。豚汁っつっちゃったよ。ゾーン。SB のカレーがね若干緩い感じでね、こういう感じで水っぽいんですけどもね。はい、ということでね、春八郎豚汁カレーの完成です。いただきます。久しぶりにねカレー作りましたね。いつもレトルトばっかだったんですけどもね、いただきます。具がね、ごぼうやこんにゃくや人参やね、豚肉もそうだけど一緒になっててうまい。でね、一気に汗が出てきた。あれ、これ SB のカレー辛いね。辛うま。最後はご飯こっちに入れちゃう。お焦げ付きのご飯、ドーン。
こういう感じでね、食べていきます。うん、熱っ。おじさん、ホットホットになってきちゃったからね。ホットホットね。こういうセリフって誰に需要があるんでしょうかね、一体ね。あー、美味しかった。ごちそうさまでした。やっぱね、あの市販の豚汁のね、具材っていうのはね、あの具材も多くてね、中身もね、で豚汁にしてね、あとは味噌を入れるだけだったのでね、非常にね、うん、豚汁美味しくいただきました。はい、ということで豚汁定食ごちそうさまでした。はい、カレーでしたけど、何か問題でもありますか、今の朝飯ね。ただいまの時刻はね、9時45分になりましたね。朝ごはんも食べまして、これからね撤収やっていこうと思います。12時ぐらいにはここを出れるようにしたいんですけどね。ということで、この人荷物たちを今から片付けます。撤収スタート。わー、はい、そういうことでね、今ね、撤収の方準備ねほとんど終わって、こちらにね全部荷物まとめて、あとはね、バイクにパッキングして、で帰るだけになりました。わっぱ座はね非常にいいところで、このなんていうの、前回やった道志の森みたいなね、ああいう基地感みたいな感じでね、非常に落ち着いてね、あの過ごすことができました。ということでね、わっぱ座の、キャンプでしたけども、この動画の配信がね今年最後の配信になります。今年ね2020年、このくだらん動画にお付き合いしていただいた皆様、本当にどうもありがとうございました。でね、来年もね1年ね頑張っていきますのでね、そちらの方もよろしければどうぞ、ご視聴いただければと思います。で、来年の1月1日にね、一応新年の挨拶動画っていうものを予定しておりますので、まあ、その辺もね配信しましたらね見ていただければと思います。それとあと最初の1月の最初の2週は、2020年の前総集編というものを前半後半にわたってね、編集して、それをね配信しようと思います。もしよろしければね、今年途中からね見始めたっていう方がいらっしゃいましたらね、そちらの方を見ていただくとね、この2020年何やってたかね大まかにわかると思いますので、よろしくお願いします。そういうことでね、今から帰ります。わっぱ座はねまた来たいなと思いますので、またその時には、この動画でお会いしましょう。ということで、お届けしたのはビンギス大好き春八郎でした。